皆さんこんにちはピクテーマーケットフラッシュです今回も田中大輔さんとの対談になりますどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますまず今日の日にちから申し上げたいんですけれども今日は三月十八日の月曜日え二時過ぎということでなぜ今日時間を言うかというと今週日銀の政策決定会合が十八日十九日今日明日あるということ そして19日20日が FOMC アメリカのですねこの金融政策があるということで非常に微妙なタイミングだったのでいつ取ったんだということも含めて申し上げましたでまず今日お聞きしていきたいのは日銀についてはマイナス金利の解除については、まあ、多分最初4月って言われていたのがだんだんマーケットも3月に傾いて、まあ、とうとうその、えー、大手新聞とかあとマスコミも含めてこの週末のところで、えー、もう3月、えー、今日す でマイナス期に解除はもうするだろうとでかつ内容までこう出てきてる段階で、まあ、リークかどうか分かりませんけれどもだいぶこう状況が見えてきた感じなので、まあ、そういった意味ではマーケットははここのの部分消化ししたのかない気がしていますでもう一つがそのアメリカの方はまさに大事だと思うんですけれども今あるとおり少しその先週まで出てきた経済指標を見てあこれもしかしたら利下げのところが3回から2回になるんじゃないかなっうところで動いてると。 まあ、そういう中なので、今日は、その日銀のところと、そのアメリカの金融政策のところ、順番にお聞きしていけたらと思っています。よろしくお願いします。で、まず、日銀のところ、日銀会合、これズバリいかがでしょうか。うん、まあ、あそこまでリークされてるので。<laughs> ですからね,ね、それはもうそうでしょあの、リークでなかったら。はい。日本銀行から、そのメディアに対して、なんだって話になりますよね。出入り禁止だと。そういうことだとて、なりかねないけども。はい。 なんかそういうことも全くなく過去何回か同じようなことを繰り返しているのでこういう発表の仕方が定着しなければいいなと思いますよね。はい、やっぱり市場参加者がみんなイコールフッティングじゃとい,いう事態になるので、はい、ただまああの元々です、ね、もともと3月か4月かということに関しては大型マーケット参加者の合意があったわけですよね。はい、それからすると50本、100本かなという思いは私なんかはあるんです。これどっっちだったか それで何が違うんだろうっていうところが私自身にはあるので、はい、えむしろ大きな流れの一歩にようやく入ったっていうところなのでここから先の方がはるかに重要な問題だという認識ではいます、はい、そうしますとあの今どうでしょうタイミングインパクトとかそのあとその景気動向インフレとかこの辺りについてはどんな感じですかね。うん、これやっっぱりあのエコノミスト等がが4月派が多かったっていうのも、はい 景気そのものもは決して良くないそれから春闘これ漫画解答だなんだって相当上がってるとは言うけれども、はい、これが実際に数字として出てきてインフレをも上回って実質賃金が若干でもプラスになるんじゃないかっていうのが数ヶ月先ですよ、ね、だからまあそういうことを考えたとたに春闘を全部見極めてでそこから中小企業にもつながっていくような話もじわじわと広がってというところから考えると。 月月じじゃゃななくていいいいかうううこういう思いの人たちがいたでも一方日本銀行の中にはとにかく前倒しで早くやりたいという雰囲気がたくさんあってでこれは引き締めというよりも正常化だと異常な金融緩和してたものをとにかく正常なところまで戻して再出発しなければならないという思いがある、まあ、この辺りのこうどっちになるんだろうっていうことだったんですけれども私はまあどっちもどっちっていうことですね。でマーケットトインパクという関して言うて 私は少し日銀の今回の政策変更については市場は過剰評価があってでどういうことかというとおつい先だって3月8日ですか日銀の審議員があゼロ金利解除について言及した、まあ、そうしたらドル円が149円から147円までストンと落ちた。そそううでしたねででそうすると 日銀審議のその発言が日銀の政策変更がって言って相場が動いたってこういうふうな評価でメディア等でも報道されてましたけどあれは明らかに150円台で相場が止まっている時にアメリカの金利が下がっていって149に下りましたよねだからエンキャリートレードをしている投器筋の人たちがみんなポジション重たくて嫌な思いしてたんですよ、はい、でそんな時に日銀審議の発言がコツンと当たってからストンと落ちたで落ちたから 株も下がったでちょうどその日の夜 NVIDIA の株がこれもテクニカルですけれども1日の値幅としては10落ちたそれが月曜日に響いて、えー、円高にもなってる日本株安にもなってる米株も安かったしってこういうぐいにつながってったとただこれを振り返ってみるとですね日銀審議員の発言があっていも面白いアメリカの金利の問題だと。で実際に今回特報だって言って、えー、ゼロ金利解除は3月っていうことで。 実情報道どれぐらいピクリともしないんですよね。何でかっていったらですだからそういうふうにですねそのこれが起こったからこれが起こったっていう時にきっかけ要因みたいなものとそれからその背景にある事情っていうことをこれ見間違うと相場のインパクトの扱い方っていうものを違ってくるっていうことのいい事例にはなったんですよね。 為替は動いてないんですよね。こ百四十九円台で現地で動いてない。ただ株は今日は日経平均でいくとまあ八百円以上の上げをしていて大きく上昇しています。ここはいかがでしょうか。うん、これやっぱりショートを振ってる人とかもいたのかもしれないってことも思います。ただまあ先日で円安がで百四十九円台を回復しているっていうことも背景としては大きいっていうふうには思っています。日本株の反応って。 これ日本株独自の要因ももちろんありますけれども私自身の分析はほとんどアメリカ株とドル円なんですねこれで8割9割説明ができてしまうこれが事前のニューヨーク市場の動きがあると日本株は後出しじゃんけんのように動くので、まあ、そういう部分が出てるんだろうというふうには思ってますで日経平均そのものは上がってるこれはあのアメリカにおいても指数がそんなに下がってない下がってるのは主にテックですよね テック特に NVIDIA 半導体が下がったということで日本の半導体はやっぱり今日ちょっと持ち直しつつあっても重たいまあ、こういう形でそれぞれ部分も全体も反応して動いているのかなというふうに思っていますわかりましたその中でその今アメリカの景気あとその金利とかまあ、今ドル円の話ありましたけどももう少しその中長期な目線でいくと今回の日銀政策決定会合っていうのは まあ、明日はっきりわかるわけですけれども、まあ、ほぼ今の報道通りだとすると、どういうふうに捉えておけばいいんでしょうか。うん。まあ、そういうふうに市場が一時的に反応するっていうことが、ああ、ここまでの高い相場に対してのなだれ現象を誘発することもあるので。はい、気をつけはするんですよ。ただ、あ先ほど来申し上げているように、これは長い。これからの変化の第一歩にようやく片足入れたかなぐらいのところですよね。ですから、継続的に利上げってするんだろうかとか。 あるいは企業の改革も進むんだろうかとかこういうところの入り口にようやく日本が立ったとっいうところだから今回満額の,その賃上げだって言って言いますけれども大企業の一部がそういう形で満額にしましたこれいいスタートなんですよだけどこの長い流れの中で言うと本当に私は最低限の賃上げをしたっていうふうにしか思ってないんです。でこの賃上げをしたた日ちょううど株が下が下った、はい、そうすると あのその時もですね一時対応で賃上げの発表したら株が下がったそれまでは賃上げするのはデフレ解消に向かっていい流れだと思ったら下がったっていったらいやこんなに賃上げしたら企業コストが圧迫されてこういう言い方も出てきますよね。でそういうふうな中で今後考えなきゃいけないのは賃上げしましたでそれに見合って生産性も高まりました生産性が上がったからまた賃上げできますっていう好循環が続いていくんだったら日本は本当に良くなったねっていう話なので。 本当にもう出だしの一歩これを辿ったっ日本銀行自身ももともと上田さんこれずっと言い続けてるのはあゼロ金利解除とかそういうふうに動いていっても緩和のスタンスそのものは変えませんっていうことは言い続けてるこれはやっぱりその通りでここでどんどん引き締めをしますよってことを前面に立てる段階ではないってことが分かってるわけですよね。ですから本当に異常な事態でマイナスのところからゼロに持ってくること自体が、まあ、ちょっとハードルが高い。 ここまで達してでその後の金融政策についてはより正常な道筋でもう少し身軽にできるようになっていくっていうそこを作りたいっていうところが今回までの課題だというふうに思っていますあの今日私がその株式が日本株大きく上昇している背景として今泰助さんのおっしゃるとおりで、まあ一言でいくとマイナス金利を解除しても金融緩和はまだ続くんだよねとそんな簡単に利上げなんてできないよねとなんかそういうふうな形で上がったように 思いますであともう一つ言われた春闘にかかるところこの春の,その労使の交渉のところの、まあ、集中回答日が先週ありましたけど私から見ていると今回はその労働組合がね上げてくれというよりもなんかこう経営者主導で何パーセント上げますよという形で5%台なんでおっしゃるとおりこれが、うん、いい流れになってかつ中小企業まで広がるかどうかっていうのは本当に、まあ、スタートの一歩。 かなと思ってるんで、私も注意深く見守りたいなと思ってます。やっぱりあの日本の企業文化として横並び意識が強すぎますよね。だからみんな横見て、えー、ここの場面ではやっぱり賃上げしなきゃいけない政治も求めている我々責任としておるやらなきゃいけないって言ってやる企業が出てくると他も揃ってこうやる。でもこれってほんの少し遡っただけで逆サイドだったわけですよね。みんな上げられないって言ってた、はい、で内部留保蓄えてて。 いやその分、えー、賃金に回せばって言われてもやらないアベノミクスで異次元緩和でゴンと押したんだけれどもやらない、まあ、それがここにきてようやくやるというところまで来ましたけどこれって、まあ、怪我の巧妙って言い方がどうか,どうか分かりませんけれどもおアベノミクスでお膳立てをした上でコロナが来ていやおなくインフレになってっていうことで初めてここに立ってるっていう点もあるんですよね。 ですからもうちょっと主体的に日本が動いていくでせっかく今景気アメリカがよくって株がしっかりめで円安になって、まあ、これお膳立てとしてもうその環境が整えられているのでここで動き出したらその後多少逆風になってもこの流れっていうものを続けなきゃいけない、まあ、あんまりべき論っていうのは言いたくないですけれども私はまあここで四半世紀以上 日本にはこうねグズグズしてるっていうところでじれったさを感じ続けていたのでまあ本当にここの一歩を生かしてほしいなって思いますよねあの田中大輔さんの,その持論として、まあ、日本株っていうのはやっぱりそのアメリカ株の影響を受けるし当然ながら輸出関連企業も多いんで為替の影響も受けますねと、まあ、そのとおりだと思うんですけども、まあ、そこを乗り越えるためには今おっしゃられたその好循環が起きるかどうかをしっかり見なきゃいけないけどもまだ判断はつかないということですかね。 まあ、あの動き出ししたたといいうところまでは評価わ、はい、かりました、はい、じゃあ,あの2つ目のところ、はい、今日の一番大事なところですよね、はい、FOMC のところ、まあ、ここもですねポイントは、えー、まあ専門用語でいくと「ドットチャート」って言葉になるんですかね、うん、あの何回利下げしますかっていうところが2回か3回かっていうのがです、ね、揺れ動きそうなので、うん、まあ3から2になるんじゃないですかっていうふうにプロの中では言われてますけど大輔さんはこの辺りはどのように見られてますでしょうか こ本当に微妙ななところなんですよね、はい、でドットチャートで2024年 FMC は3回の利下げ見てるっていうふうに答えのようにみんな言いますけれども、はい、そうじゃなくてあれ1人ずつのメンバーが「私はここだと思いますよ」って金利見通しを出していてでその中の中央値ちょうど上から下から数えて、はい、真ん中の人がどこを言ってるかっていうのが3回利下げなんですよね。でそのの真ん中の人が今回 いやーその後経済指標強いしって言って2人ぐらい上に上げてしまうともうその瞬間から2回になりますとだからその答えを言ってるっていうよりも彼ら自身が1人ずつみんなその中でで迷ってドットの位置変えるわけですよ、はい、でそのことの結果としてそこに出てくるっていうものなのであんまり課題視する必要はないんですけれどもマーケットではその数字が一人歩きして答えのように語られて「冨安は3回」って言ってたのに2回になった。でも中身見たら で2人が動いただけなんだけどっていうそういうことっていうのは起こりうると、はい、で、まあ、これあの彼ら自身がですねですからもう23年の後半ですけれどもだんだんまた高波に戻っていった9月の頃にはもうものすごい高波になったわけですよ。そのおかげで長期金利が 4%4.5%5% って上がってそうしたらちょっと焦りも出てきて。 11月の会合の時には何かいくらかハト派になってきたでちょうどその後から景気費用インフレ指標がどんと下振ぶれるところがあったので12月の時にはもう勝ち誇ったようにインフレ抑えるの成功したかのハト派になった、はい、ところがその後出てきた経済指標がまた強かったら、ね、我々マーケットが思っているほどハト派じゃないんだよって言い出してで1月の会合の時には何かちょっとトーンが高,高派になったで今回それを引き継いでる。 経済指標自体は実際どうなのかっていうと現状においてははしっかり目ではあるただ数字がですね1月に入ってものすごく強かったこれ大変じゃないのって言ってた分については下方修正されたりしてなんか季節要因なのか天候要因なのか知らないけど変な触れ方して時間の経過でこういぶ修正されたねっていう形になっててでまあどっちつかずなんだけど全体慣らしてみてもしっかり目っていうのが今の状況だと。ですから まあ、あの急いで利下げをする場面じゃないで12月の時には相当にハト派に傾いてたそれが一部の人たちがいや,やっぱりちょっと高波的にもうちょっと慎重に見た方がいいよという人が2人出てきただけで2回になるっていうこういうことなのでまあ2回になる可能性の方がちょっと気になる、まあ、高いかなぐらいのつもりでは見てますでも本当にそういうあやみたいな話なんですよね。 あのまあ、すごく分かりやすい説明いただきましたけれどもただマーケットはその3回か2回ぐらい多分短期的には大きく動くだろうという中ですけど、はい、その中で大輔さんがよく言われているその中立金利要するに心地のいい金利というかあるべき姿というかこの辺りの,その金利の状況を大輔さん自身はここはどう考えているのかもっと分かりやすく言うと景気とかインフレとか大輔さんはこれからどう見てらっしゃるのかなっていうのを聞かせてい,ただいてもいいですか。うん まあこれも、ね、本当にあのこういう場でズバリって言いたいんですけども、はい、私自身も現時点において景気は蓋を開けたらまた強くて当たり焼きが必要じゃないという可能性もないわけじゃないありますか、ねうん、それから下っていってやっぱり下ると早いよねっていう可能性もまだ残されてる仕方たないから軟着陸的なところにみんな見通しを置いてるけれどもこれどっちに転んでも大丈夫なのにという色合いが強くて、はい、強い見通しじゃないんですよね。 で FRB の人たちも同じなんだと思いますでマーケットの人たちほど軟着陸とかっていうよりはもうちょっと慎重に我々はインフレに対して責任を持っているということで利下げをそんなには急がないというスタンスをここは見せておくっていうことだと思うんですですから今回例えばドットチャートがちょっと触れましたそしたら次回はまたちょっと触れましたみたいなことが何度か繰り返される可能性もあってあんまりここに強く思い気を置いてはいないまあですから マーケットへのインパクトという点ではジャブ程度でパンと当たってその時はクラクラっとするけれどもでも落ち着いてみればまたデータ次第なんだよねっていうところに落ち着くっていうこのぐらいのつもりではいるんですでやっぱり気になっているのは中立金利の方でこれが今2.5%だけども多分今の長期金利の状況や大型の流れからするともうちょっと上なんじゃないかというふうにだんだん気持ちがこうみんな傾いてきている。 FOMC の内部においてもこれもドットチャートの中でのアンケート調査なのでこれが2.5から2.75になり3になりっていうふうにこう上がってくるとこれはマーケットにとってボディーブローに効いてくる、まあ、最初上がった時にはちょっと強い反応があるかもしれません株が落ちるとかですねだけれどもここって長期金利の水準感長期的な水準感を変えて株価や為替にももちろん長期的なインパクトを持つので。 ここがじわじわと今後数回の FMC の中で上がってくるというとまたマーケットの景色感というのが違ってくるだから私はどちらかというとその目先今年の何回利下げっていうところはジャブぐらいで中立金利の方がボディーブローっていうこういうふうなイメージで注目してますあえて少しリスクについてお聞きしたいんですけども。 あのそのアメリカのことでいくと、まあ、今年は11月に大統領選挙があってでそのバイ現職のバイデンさんと、まあ、今、トランプさんの、まあ、事実上一騎打ちになりましたねという中でその今の与党ですねバイデンさん自身今、その FRB も含めてやっぱり国民のことを考えるとインフレをねやっぱり抑えなきゃという気持ちの方が強いのかやっぱりその消費を促すという意味でいくとやっぱ株高を維持したいのか。 この辺のバランス感覚っていうのは大輔さんがもしバイデン大統領だったらどっちを重視されるんでしょうかまあこれ民主党側からすると金利下げてくれっていう話になってると思うんですよインフレについてはほどほど下がってきた、はい、確かに下げしぶってて2%目標には届かないけれどもインフレがそこにあってで金利がどん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 上げてきて実質金利プラスになってんだからここは下げてもいいだろうという政治的な圧力をかけたくなる場面ですよね だからそれを受けて FRB がどうするのかっていうときに、共和党トランプ側からすると民主党を助けるのかっていうそう,、ね、そういう場面ですよね。だからまあ政治的にどっちがどうということも言いにくい。でも実際に経済指標もインフレ指標もどっちがどうとは言いにくいというところにあるわけですよ。ですから私はあここはもうちょっと様子を見て。 でその中でデータ次第で反応しますよっていう立場を貫く。で、そのデータ自体が本当にどっちかに傾いてきたら、実際動かす余地はあるんですよね。だからそこまで待つっていうことで、それを市場が高波的だというふうに捉えるのかもしれないぐらいのところですよね。ありがとうございます。まあそうした中で今 FOMC の話をお聞きしていきましたけれども、まあ米株の話にもつながるわけですけれども、日本株へのインパクトっていうのはどんな感じなんでしょうか。 うん、これもあの本当に8日の NVIDIA がストーンと落ちたところがいい縮図になっているというふうには思うんですけれども、私は生成 AI というテーマはこれはかなり息長く続くというふうには思っています。はい、ただもう限られた銘柄にみんなが集中するっていう展開になっているので、度々祭り上げられては落ちるみたいなことがある。それからものすごく期待値を高めてしまって。 決算の一部がちょっとこれ違うんじゃないって言ったら気にするほどじゃないんだけども NVIDIA がそこで 10%20% 落ちるみたいなこともあってもおかしくないこういう展開になっていくとは思ってるんですでここから先この NVIDIA を先頭とする眼光飛行のような生成相場ここにリバランスが効いてくるやっぱりこれだけ強いものがあるとそうじゃないところが割安に据え置かれますよね。 そうするとこれが落ちるときに周辺部から何を買うのっていうことがずっと出てきて8日以降に NVIDIA 落ちたらなんとこれまでずっと売られてたアップルとかグーグルが持ち上がるっていう展開になってるこれもその一つだと思いますそれからこれが落ちたときに今度その外にある例えばマイクロソフトどうなのメタどうなのってこういうところに来るでここはもう本当にそにトップグループなんですねトップグループ内で。でもこのトッッププグループ内に対して一般テックが る一般テック含めてこれ全部テックに対してそうじゃない一般銘柄とのリバランスがあるで株全体に対して債券とのリバランスがあるこれがまあ多層構造のようにこう来るのでそういうことで全体が底上げされていくかどうかここは金利がががどどうううななるるる景気とというが聞いこてくるとでもこの中核のところの生成 AI については基本的に景気や金利に対しての耐性が結構強いんだと思っています。 ですからが多少グラついたた株全体が落ちてったそうすると利が乗っているここの真ん中のところを埋め合わせのために売るっていう場面はありますよだけど売られた後に落ち着いてみるとでもここの需要って変わらないよねっていう形の買い方が比較的早く出やすいっていうこういう形態である程度進んでいくんじゃないかっていうふうに思ってるんですね。そうすると 例えばその AI 相場っていうか AI 関連株今大輔さんのお話でいくと、まあ、半導体関連まで広がると思うんですけどもそういったところっていうのはマーケットは下がったところを押し目押し目っていうんですけども下がったところをこう丁寧に買っていくそんなイメージでいいんでしょうか。そうですね、あのー、これれも大きな流れは上だってた場合に、はい 最初にドンと買った方が勝ちなんですよっていうやりり方がありますよねやっぱりトレンドが上なんだから途中はいろいろ上曲折あるけれども、はい、先に買ってたらそしたらこれ途中下がったところで別にそれはもう大して気にする必要もないとでも最初から買ってる人ってそうそういなくて途中から入るどうしようか高値掴みじゃないかこういう人たちは下がったところ下がったところを軸を置いて、まあ、時間分散で買っていけばいいよって話にもなってくる。 だから私みたいにとにかく相場が好きだという人はもうこの波全体に乗っていきたいと思うので、はいうん、そこをやるだからあの大きなテーマで上げ潮があるっていうこと自体は、まあ、本当に幸せなことで,で、ね、私は今回生成 AI というテーマが出てきて本当によかった2023年に生成 AI というテーマがなかったらあの金利環境で株全体は持ち上がらなかったむしろ下がったんじゃないかっていう思いがあるんですね。 ですから、まあ、本当にあの今回この歴史的な大きなテーマに巡り合ってこういう相場の中にいるということが非常にハッピーなことだと、まあ、その押されたら買うっていうのに私よく言うのはです、ね、相場って参加してていつもそのいいところでポジションを変えてるわけじゃないんですよねそうすると上がるとハッピー下がってラッキーっていうこういう思いでいつもやってるので、えー、揚げ首相の中ではこの路線で行こうかなというところですね。はい 分かりました。あの次回もどうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。